2018明治安田生命 J1 リーグ第32節北海道コンサドーレ札幌対浦和レッズの一戦、キャプテンマークを巻くのは両チームとも10番札幌宮澤ひろき、そして浦和柏木陽介です。今日の札幌予想スタメンフォーメーションです。ゴールキーパークソイユン、ディフェンス真ん中宮澤、右進藤、左福森、ダブルボランチが荒野と兵道で、右に早坂、左に菅、ワントップツーシャドウはトクラをトップにチャナティップ三好が控えます。浦和はゴールキーパー西川、ディフェンス右から岩波、マウリシオ、牧野、ダブルトリプルボランチが阿部と長澤、柏木、左宇賀神、右橋岡が帰ってきました。ツートップ興梠、武藤、サブの選手はどちらかというと守りの選手が多く名を連ねている浦和です。まあ、ベストメンバーを常に、ね、キープしながら、まあ、シーズンを終えるというのは非常に困難ですから、はい、まあ、仕方のない、まあ、今状況ですよね。長澤から武藤へ、武藤が抜けてきた、いいですね、決まった。武藤が左足一閃、浦和先制。いや、うまかったですね、今のトラップですね。長澤がうまく見てこのトラップで相手をかわしました。さあ、ただここは三好の前が空いた、三好がどうだ、勝負を仕掛けるか、ドリブルで局面開ける、三好のシュート、札幌は戸倉の落としからポコーンと前開きましたね。今いい仕掛けでしたよね、はい、三好が少し下がって受けます。前を向け、うまく牧野をかわした、三好がまだかわして左へ、さあ低いボール入るか、クロスが入って中の三好、決まった。最後入ってきたのは進藤です。三好が前で潰れてという、浦和同点。いや、3バックの右進藤がここまで入ってきました。いましたね、上がってましたね、はい、しっかりね。しかし入ったところ、これ札幌はうまく対応できていますか。今しっかり人数かけられていますからね、役割分担もできていると思います。浦和陣の低いクロス、おっとこぼれてきた、武藤のシュート、今日2点目。もったいなかったですね、そこまで速いボールではなかったはずですから、はい、そこで、まあ、滑る必要が、ね、はい、なかったとは思うんですけれども、今のシーンです。ここですね、宮澤選手のところですね、はい、サイド武藤から下げる、興梠がこの位置だった、上から左へワンタッチで抜けてくれ、いいですね、柏木、クソンユンがファインセーブ。まあ、一度前までボールを動かしてから下げてからのダイレクトでしたよね、はい、クソンユンしっかりと触っています、ファインセーブ。ここも合わない、今日はこの福森選手がなかなか自由にならないので縦にいいボール入りづらいですね、はい、前三好に預けた、左サイドよく見ていた、チャナティップ、チャナティップ左足、今のは少ない人数でシュートまで行きました。最後はディフェンスからのリフレクションでした。ボールを奪うのは浦和です。もう一度札幌、チャナティップはかわして右サイド、バーン、決定的なシーン、斜めにトクラに入る、さあどうだ、トクラ、トクラの前、斜めのパス1本でいいチャンスを作りました。札幌、昨日の練習後はキックの感触は良くなっていると話した福森、その福森が左足、わずかに上、柏木の左足入ります。
シュート、ソンユンファインセーブ。最後は牧野のヘディングか。外れましたね今ね、まあ少しねこの時間帯ですから運動量も落ちてきますからね、前線からの、まあ、守備というのも期待しているところがあるんですね。札幌前出た、ボールが入って徳永たまって後ろから白井のシュート。いや白井選手、まあ、フリーでしたからね、まあ、タイミングとしてはダイレクトでもちろん、まあ、いいタイミングでもありますけれども、森から長いボール、ファーサイド弾き返して、ここで長い笛、試合終了。アウェーで浦和レッズリーグ逆転3位へ望みをつなぐ勝ち点3。一方札幌、今節で3位浮上ならず、リーグ4試合ぶりの敗戦となりました。